どうもなめです。はい、今日はですね、ビルドのブルーレイを買いました。まあビルドっていうか、まあ、ビルドなんですけど、何かというと、はい、こちらでございます。はい、仮面ライダービルドニューワールド、まあ、V シネマですね。仮面ライダークローズでございます。これね、映画館とかで先行上映とかされてたんですけど、あのブルーレイは4月の27日ぐらいのに発売されました。これですね、仮面ライダークローズ。これ話的にはビルドの最終回の後の、新世界でのお話らしいですね。うん、のクローズのお話でございますね。こちらで、このブルーレイ以外にもですね、こちらですよ。はい、今回仮面ライダークローズに出てくる、仮面ライダークローズエブルに変身できるマッスルギャラクシーフルボトルもついてきました。こちらですね、セットで、うん、買いました。これでまだ音声聞いてないんですけれども、ここにも書いてあるんですけど、キャラクターボイスが52種類も収録されてますね。多分まあバンジョーとエボルトの音声だと思うんですけれども、うん、これね、あのジーニアスフルボトルと同じ形の、クローズエブルになるための変身アイテムですね。うん、まあこれは多分テレビ本編じゃなくて、この仮面ライダークローズを見れば、出てくると思うんですけど、うん、これまだ見てないので、ちょっとねじっくり見たいと思います。でまた別の動画でこのマッスルギャラクシーフルボトルのね、音声とかはやっていきたいと思うので、お楽しみに。今日はね、まあ、このブルーレイとおもちゃが届いたよっていう紹介でございました。本日も見ていただいてありがとうございました。じゃあ